今日はご覧ください、自転車で観光していきたいと思います。ふらふらね、一人で歩いてるともう馬車に乗らないのかとか、なんだらだとか、タクシーとかいろいろ言われるんでね、まあ、あとは小回りが利くのと、気になったところすぐに立ち寄れるっていうことで、自転車をレンタルしました。1日60ポンドですね、420円程度でしょうか。これでルクソールの中心地から行くことができるカルナック神殿に向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、カルナック神殿に着きました。自転車で中心地から10分15分もかからないぐらいですかね。結構道も簡単で、スムーズに来ることができました。最初のゲートをですね、手荷物検査をして中に入ってきました。今日はね、微妙な雲がちょっとあるんで、まだちょっといいですかね。まあ観光バスもちらほら来てます。さあどうですかね、楽しみですね。結構いますね、観光客。アジア人はほぼいないですけど、ヨーロッパとかから結構来てますね。もともとはこのスフィンクスが町の中心地まで3キロ以上ずーっと続いてたみたいですね。ずーっとね、ずーっと。2000年以上前、4000年以上前に建てられたものです。衝撃です。
柱だけでこれだけ感動させられた遺跡は未だかつてないですね。いや本当ルクソールは見どころ世界遺産がもうゴロゴロあるんで、もうやっぱりたくさん1日1個2個3個4個回ってるともういいかなと、残りは同じような感じかなってちょっとね疲れてくると思ったりして飛ばそうかなとも思いましたけど、カルナック神殿は絶対に来るべき。これはもうここでしか受けれない感動がありますね。柱で語る。カイロの考古学博物館とかピラミッドを見て、まあ大体エジプト文明 OK かなと。ルクソールを見ないといけませんよ、絶対間違いない。昔の中心都市はテーベと言われていたこのルクソールですからね。この柱のエリアにじゃあ1時間いてくださいって言われても全然入れる。それぐらい飽きないですね。まあ大きさそのものでも圧倒されますし、まあ、そこに刻まれた象形文字ね、ヒエログリフ分かるわけじゃないですけど、これをね人間が重機なしに作っていったっていうのは、まあ、もちろんその当時の、道具っていうのがあったんでしょうけどね、これはちょっと異次元だな。ナイル川よりもイーストバンク、こちら側は東側は聖者の都というふうに言われてますね。王家の谷とかがお墓とか、まあ日が沈む方向ということで人生の終焉のね、意味を込めてお墓が多いですけど、こっちの方がやっぱり生きてた時にね気づいてるメインの神殿って感じなんでしょうか。まあとにかく規模とでかさが半端じゃない。
観光バスがびっちり来てますね。まあ徐々にワクチンも普及したりして、各国対応も進んでいって観光の活気もね戻ってくるんじゃないかなと思います。カルナック神殿は絶対に来るべき、それはね間違いなく言えます。ちょっと人がいるとねホッとするところあります。またね混み合うような時期がねまた戻ってくると思います。